真ん中にあるのが、翼郊外神経説よく郊外神経説は、翼郊外下にある、副交換神経の神経説である。1784年ドイツの解剖学者、3回であったヨハンフリードリ・ヒメッケルにより記載された。これは、統計部における、副交換神経の神経説の一つで、翼郊外神経説の他には、毛様体神経説、自神経説、 学下神経説の三つがある。翼郊外神経説は副交換神経の神経説の中で最も大きなもので、顔面神経からの副交換神経を受けている。翼郊外科の中で上顎神経に接して存在し、三角形ないし、ハート型をしている。翼郊外神経説は口、鼻、目のどれに対しても近い位置にあり、類線、副鼻腔、歯肉、陰頭。 公害などの線分泌に関わっている。翼公害神経節でシナプスする副交感神経繊維は中間神経に由来するが、これは大水体神経、翼特間神経を経由してくる。これらの繊維は翼公害神経説で節で接合繊維に交代した後、三叉神経の枝とともに鼻の粘膜や軟公外扁桃腺公害水、公害などに分布する。 これに加えて神経節からは、上顎神経の枝である方骨神経を介して、類線に接互繊維を送っている。方骨神経は、類線神経と連絡し類線に達している。微線は微光外神経と大光外神経に支配されており、光外線も微光外神経や大光外神経と、小口二神経によって支配されているが、これらの神経は、翼光外神経節を通ってきた。 上顎神経の枝である。翼郊外神経節は上級神経節から来た、交換神経も受けている。これらは上級神経節で接後繊維に交代した後、内形動脈に沿って存在する内形、動脈神経層を通り、心水体神経となる。これが大水体神経と合流して翼、突肝神経になり、翼郊外神経節に入ってくるのである。感覚神経は、 上顎神経の繊維が通っており、口外神経へと通じる。この記事には、パブリックドメインであるグレーの解剖学第20版891ページ本文が含まれています。ありがとうございます。